あっちどっちそっち ADS。 さまざまな地域で活躍されている方、また地域のイベント情報など多彩なゲストの方をスタジオにお迎えしましてお話を伺っていくというお時間。今日はですね、広げよう優しい日本語についてお話を伺ってまいりましょう。スタジオにはゲストの方にお越しいただきました。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、伊賀日本語の会の代表の菊山です。どうぞよろしくお願いします。はい、伊賀日本語の会代表菊山さんにお越しいただきました。本日よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、まず今伊賀日本語の会ということでご紹介をいただいたんですが、菊山さん、この伊賀日本語の会ってどういった団体なんでしょうか。はい、あの伊賀地域の住んでいる在住外国人の方々にボランティアで日本語を教えているグループなんですね。はいはいはい、伊賀市の、伊賀市総合福祉会館、昔消防署があったところなんですけど、今社協さんが入ってます。はいはいはい、そこで、水曜日の夜の、19時30分から20時40分までと、土曜日の19時から20時30分までですね、あのボランティア日本語を教えております。なるほど、はい、この伊賀市内で今住まれているというその外国の方に日本語を教えてらっしゃるという。そうですね、あの名張からの名張の方もいらっしゃったりしますね。名張の方も、あ、そうですか、はい、じゃあそういったところでもこの伊賀地域の皆さんで ね、 はいはい、外国人の方に日本語を教えるっていうことをされているわけなんですが、はい、菊山さん今代表ということでご紹介いただきましたけれどもね、はい、これ立ち上げの時からもずっと。あ、そうなんです。立ち上げがずっと私そうですか。あのずっと代表ではないんですけど、あの当初は事務局長をやっておりまして、はい、でそうですね、20年ぐらい前から代表やっております。はい、もうそろそろ引退しなきゃいけないんですが、まだ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 現役で、ね、されてるわけですけど、もう活動としてはじゃあどのくらいになるんでしょうか。はい、今回ご紹介させてもらうのは30周年記念なんですけれども、はい、あの30周年になります。今年で30周年ということで、はいはい、だいぶ年取りましたけどね。いやいやいや、もう本当に30年間ね、こういろんな外国の方と関わる機会っていうのも終わりだったと思うんですけども、はい、そもそもこの伊賀日本語の会を立ち上げようと思われたっていうのはどういったところにきっかけがあったんでしょうかね。ですね、はい、始まったのは1993年なんですけども、1990年の頃に入管法というのが変わりまして、はい、外国人の方がどんどん日本に来るようになったんですね。はいはいはい、その時に、あ、きっと日本語わからなくて困ってるだろうなっていうのを感じている人たちが集まって立ち上げたグループなんです。なるほどね。その日本語、日本に来たはいいけども日本語が分からなくてどうやって生活したらいいねっていうのは、そうなんですよ。今は時はね、翻訳アプリもあるし、はいはいはい、翻訳されたものもいっぱい増えてはいるんですけども、うんね、当初は何にもなかったので、本当に市の情報も何も分からないという状況で皆さんすごく困っておられました。なので初日なんと100人が集まったんですね。はすごい、はい、じゃあそれを目の当たりにして、はい、やっぱりこういうのは必要なんだっていうのはやっぱり実感された。そうですね、でみんながありがとうという言葉をかけていただいて、はい、とても嬉しかったですね。で、あの会社の日本人と違う日本人がここにいるという言葉を今も覚えてますね。私たちを受け入れて、心から受け入れようとしてくれる人が、あ、ここにいっぱいいたっていうのをすごく嬉しかったというのを聞きました。それはね、非常に嬉しいですよね、その言葉かけられるとね。そうですね、初めてよかったと思いましたね。思いますよね。で、まあ、その思いが今にもこうつながって、そうです、ねね、30周年というところを迎えられたわけなんですけれども、はいはい、で今回この広げよう優しい日本語というのをね、はい、まあ、30周年の記念事業として行われるというお話なんですけれども、はいはい、これはどういったイベントになるんでしょうか。今回30周年を記念して何かしようかというのをあのメンバーで企画したんですけれども、うんうん、はい、あの当初30年始まった時はですね、あのブラジルとかペルーとか南米系の日系人が多かったんですけども、はい、ここに来てコロナが明けてどんどんアジアの方から、はい、そうですね、ネパールだったりとか、はい、それからスリランカとか、はい、モンゴルとか、いろんな国からですね、はい、来られてるんですよ。そうするともうあの、まあ、翻訳アプリってありますけれども、うん、もういろんな国の言葉を話すなんて当然無理じゃないですか。そうですよね。で英語を話す方も少ないんですよ。ということは、はい、日本語で日本人、あの外国人の人と
あのコールすればいいんじゃないかっていうので、はいはいはい、優しい日本語というのが、もう今流行りなんですけどね、あるんですよ、それを皆さんに知ってほしくてこの講演会を企画しました。なるほどね。もういろんな国から来られているので、あのよく公用語は英語だなんて言われますけれども、はい、英語も喋れない方もやっぱりいらっしゃる。そうですね、都会だとね、公用語は英語っていうので OK なんですけどもね、あの田舎だとやっぱり国籍も様々だし、そのあのなんていうのかな、あの学んできたのがやっぱ違うじゃないですか、そうすると英語はまずわからないのと、あとよく言われたのが、日本人の英語は英語じゃないよって、そうやってカタカナ語って言われます、はい、だから、下手な、あのカタカナ語喋らないでって言われて、それならもう日本語の方がいいよと、なるほどね、はい、でまあ優しい日本語っていうところでみんなで交流していこうじゃないかっていう、ね、はい、ことなんですよね、はい、まあでもそう言っても我々もね、やっぱり英語喋れって言われてもなかなかそのパッと英語喋れなかったりしますので、はいはい、そういう意味ではね、その日本語の中でもさらにこう優しいものでみんなでつながっていけるっていうのはすごく日本の方にとってもこういろんな海外の方と交流する一つのきっかけに、ね、あの海外の方と交流っていうのをすぐ思うんですけども、はい、例えばお年寄りだったりとか、うんうんうん、子供たちだったりとか、はい、難しい言葉わからない人たくさんいらっしゃいますよね。そうですよね。そうするとこの優しい日本語というのは、外国人だけじゃなくて、日本人とも通じるというか、あの役所で市役所で話される言葉って難しくって、あのお年寄りなんかももういうもうわからへんから行きたくないというのをよく声を聞くんですけれども、はい、それよりはやっぱり分かる日本語っていうのが優しい日本語になるのかなと思ってます。そうですね、はい、じゃあこれね、具体的にちょっとどういったものなのかというところも教えていただきたいと思うんですけれども、はいはい、あの開催の日時そして場所などご案内お願いできますか。はい、来月になるんですけども、12月の10日ですね、はい、で始まるのが14時からですね、はい、で場所は伊賀市のハイトピアの5階で行います。はい、はいはい、でちょっとチラシがあるんですけれども、手元にねお持ちいただいておりますけれども、はい、いきますかね、はい、大丈夫ですか、この辺で、はい、はい、入っております。はい、はい、ね、12月10日日曜日ですね、はい、午後1時30分受付、午後2時開始、場所はハイトピア伊賀5階の多目的大研修室となっております。はい、はい、当日はどんなプログラムになっているんですか。はい、まずですね、一部でですね、ちょっとこの本を書かれたですね、はい、吉海明さんという方をお呼びしまして、まず優しい日本語についての講演をいただきます。はい、それから、うちの、メンバーの一人がですね、船見というものがコーディネーターとなって、はい、であとですね、伊賀市の多文化共生課の課長さんであったりとか、はい、在住外国人の方をたくさん雇用されている介護施設の方、それから企業の方、であのベトナム語の通訳をされている方、4名をお招きして、はい、パネルディスカッションというのを やる予定です。なるほど、はいはい、という内容になっている、はい、ということなんですが、ちょっとそれぞれについてもう少し伺っていければと思うんですが、はいはい、まずその第一部ですよね、はい、講演会、これ、はい、優しい社会を作るヒントという、はい、テーマで行われるようなんですが、これどんな内容になりそうですか。はい、ちょっとね、内容はね、吉川さんに聞いてみないと分からないんですが、はいはい、あのこの本に書かれていることをお話しして、まあ、入門なのでですね、本当に触りの優しい日本語って何なんだろうっていうこととかですね、どういうふうに、はい、あの私たちが、あの取り上げていったらいいのかなっていうお話をしていただく予定です。なるほどね、はい、あの日本語本当に外国の方に伝わる優しい日本語って何ぞやっていうところからですよね。はい、その本の中に綴られている内容を中心に、はい、まあ、お話をしていただけるんではないかということですね。はい、はい、で第2部がそのパネルディスカッションということで、はい、先ほどご紹介いただきました、船見さんを司会に迎えましてパネラーの方々が、はい、4人集まってっていうことなんですが、これはどんな内容で。まずですね、伊賀市の課長さんからは、はい、多分記憶生課の課長さんからは、伊賀市の優しい日本語の取り組みについてとかですね、はいはい、それから、企業のさんで、と介護施設さんで外国人の方を雇われている方については、はい、どのように職場で交流されているかっていう話ですね。で、ベトナム人通訳の、グエットさんからは、はい、どんな言葉が分かりやすいとか、そういう話をしていただく予定です。そうか、じゃあ実際ね、そういうふうに通訳されてる方なんかからどんな言葉が分かりやすいかっていうのを教えてもらえるっていうのは、そうですね、すごくいい機会になりそうですよね。そうですね、はい、はい、多分ね、うん、あの外国人の方と交流したいけれども、よく皆さん思われる、私英語できひんとか日本語を教えるって言ったって日本語の資格と持ってないしとか、いろんなこと思われると思うんですけども、まずは
笑顔で心を開けて、はい、っていうのがまず大事なんですけどもね。ね、なんか身構えちゃいますもんね。そうなんですよね。そうじゃなくて、はい、こう優しい気持ちで心を開けて、まずは関わっていくっていう笑顔で ね。そのきっかけとしてやっぱり言葉って大切なので、うん、ですよね、その時にどうしても日本人って、うん、はい、あの丁寧に話そうとしてしまいますよね。あ、はいはいはい、ね、それをすると外国人の上級の方は分かるんですけど、うん、敬語ってやっぱり外国人はすごく難しいので、初級の方に例えばおとかごとかつけたら、うん、覚えてる言葉と違うやないかってなってくるので、聞いてたやつと違うぞっていうね。そうなんですよ、はい、だからお座りくださいじゃなくて座ってくださいでいいし、うん、ご証明くださいなんて、はい、で小学生でもわからないですね。名前を書いてくださいっていいですよね。そういうふうなことを知っていただくことで、あ、そうしたら、ええ、私も外国人人とか話できるちゃうの、うん、って思ってもらえれば、うんうんうん、もう今その話聞いただけで思いましたもん、はい、私も、はい、ね、確かにそう言われたらそうですよね、はい、なんか丁寧な言葉って、まあ、日本人でも結構難しいじゃないですか、その辺ってね。そうなんですよ、それを海外の方がやっぱ聞いたら言葉が思ってたのと違うっていうのは絶対思いますもんね。そうなんですよ、あとね、今時ある、はい、あの翻訳アプリもありますよね、はいはいはい、翻訳アプリ入れるときに優しい日本語で入れる方が、はい、すごく正確な訳になるんですよ。あまり難しい日本語を入れると、めちゃくちゃな翻訳になってくるので、翻訳アプリを使うときも役に立ちます。なるほどね、はい、じゃあどういうふうにこう言い換えたらいいかとか、どういうふうに伝えたらいいかっていうところを知っておくっていうのは、そのアプリ使ってこれからコミュニケーションを取ったりする中でもすごく重要になってくる。そうなんですよ、はい、それはいいポイント、はい、いろいろ役に立つんですよ、はい、はい、いろんな方をね、あの、はい、ことを話しいただけるということですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思うんですが、はい、その第1部と第2部が終わりまして、交流会が予定されている、はい、ということなんですけれども、はい、この交流会は一応ね、日本語の会の30周年なので、うん、今あの学習している外国人の方とか、はい、あと今の、あの現スタッフとか、うんうんうん、あと昔の生徒さんとか、はい、昔の先生たちとかに来てもらって、ちょっと昔話に花を咲かせようかなと。いいじゃないですか。来ていただいた方で、ちょっと興味あったらその雰囲気を味わっていただければなと思ってます。うんうんうん、なるほどね。じゃあ今までいろいろと関わってこられた皆様、30周年ですからね、本当多くの方とつながりながら今まで活動されてきてるかと思いますが、そういった方と、まあ、久しぶりに顔合わせて、そうですね、ね、懐かしいお話に花を咲かせていただきつつ、はい、まあ、どういうふうに交流されているのかっていうのも皆さんに見ていただけたりとか、ね、はい、はい、いうところもありますのでね、はいはい、ぜひこちらも注目してご覧いただければなと。少しだけですけども、うん、おやつと お茶を出したなっていう感じで、はいはいはい、なるほど、はい、じゃあ本当にもうほのぼのした食べてないです、はいはい、ほのぼのした雰囲気 で、はい、そうですね、はい、楽しんでいただけるということになりますんでね、はいはい、こちらの交流会の方もぜひご参加ください。はい、で、先ほどご紹介いただきましたあの講師の先生なんですけれども、はい、この吉海先生というのは、はい、その先ほどご紹介いただいた本ですよね、はいはい、もう書かれている方ということなんですが、はいはい、どういった先生になるんですか。あ、この方はですね、うん、ですね、もう優しい日本語というのをですね、全国に広めている方なんですけれども、はい、あのまあ、日本語教師もお持ちでですね、あのまずは観光の方にっていうことで、うん、優しい日本語、はい、ツーリズムという企画をですね、あの吉海さん の、はい、あの故郷である柳川市で始められました、でそこから一般社、社団法人の優しい日本語普及連絡会を立ち上げた代表の方なんですね、はい、なるほどね、はい、じゃあいろんなところでそういう活動もされてきて、はい、で当日はなんかこの本とか、あとまたこれにちょっとまたバージョンアップしたものとかも、あ、はいはいはい、あの持ってきてくださっていうことですね、はい、分かりました、ね、こちらのお話もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。でさらに当日会場であのミニバザーがあるというふうに伺ってるんですが、はいはい、これはどういったものなんですか。これはですね、実はですね、私たちあのボランティアでやってますので、今回のこの企画にしても、あのどこかからお金いただいててなくても、うちの自己資金でやってるんですね。なので、はい、ちょっととうち の、 あの活動資金を集めようかなっていうので、うんうん、はい、メンバーの家に眠っているものをちょっと持ち寄って、皆さんに持って帰ってもらおうと、で持って帰って、ただで持って帰るの悪いなと思った方、ちょっとカンパちょうだいっていう感じです、はい、あの値段はつけませんので、じゃあ皆さん の、 このお気持ちをいただければと思って、ちょっと、はい、やります、うん、ね、こうやって活動を、まあ、これからも続けていくために ね、 ね、はいはい、皆様にも少しご協力いただければ嬉しいということでございます。で今あのボランティアという話が出てきましたけど、はい、一緒にこれから参加してみたいなとか思われる方のボランティアの募集っていうのはされてるんですか。あ、はい、あの日本語の会随時ですね、ボランティアの先生募集してます、生徒も募集してます、はい、はい、
校今何名ぐらいちなみに活動されてるんでしょう。ですね、先生は今だいたいですね、水曜日と土曜日と分かれてなんですけども、30名ぐらいですね。そんなにいらっしゃる、はい、生徒の方っていうのは何名ぐらい。同じぐらいの数ですね。そうですか、はい、じゃあたくさんの方がやっぱ集って、はい、ね、そうやってこの優しい日本語を通して交流を深められている、はい、ということですね。わかりました。さあ、ではこの広げよう優しい日本語について詳しいことを知りたいという場合のお問い合わせはどちらにすればよろしいでしょうか。はい、以外日本語の会の事務局にお電話いただいたらと思います。はいはい、0595230912 です、はい、伊賀日本語の会の事務局です。そちらに、うん、お電話いただければと思います。はいはい、月曜日から金曜日10時からですね、4時までです。はい、よろしくお願いします。わかりました。電話が0595230912です。月曜日から金曜日午前10時から午後4時まで受付をしております。これはホームページとかもあるんですよね。あ、そうですね、伊賀、はい、日本語の会で調べていただいたらホームページもありますし、はい、Facebook もやっておりますので、はいはいはい、そこからでも大丈夫です。はい、わ、はい、かりました。あと当日会場へのアクセスの方法、駐車場の情報もあれば教えてください。すいません、駐車場はですね、有料になってしまうんですけれども、うんうん、ハイトピア前の有料の駐車場か、はい、もしくは旧伊賀市役所の駐車場に停めていただければと、うんうんうん、来られる方のための駐車場、ごめんなさい、ご用意できてません。わかりました。すいません。はい、まあ、もう上野市駅から歩いて、本当すぐの場所ですからね。そうですね。はい。ですので、中にからでしたら、伊賀鉄で、うん、そうですね。はい。来ていただいたらと思います。わかりました。はい、もう公共交通機関ね、利用していただければ、はい、お願いします。お車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用いただければ、はい、ということです。はい。では、残り時間、あと1分ほどになりました。はい、最後に今、テレビをご覧の皆さん、ラジオを聞きの皆さんに、はい、菊山さんからメッセージ、お願いいたします。はい、ね、もし、本当にですね、もし外国人の方と交流したいな、なんか関わりたいなと思う方、うん、今暇されてる方、ぜひぜひ今日今回のですね、講演会聞きにいただいて、私たちの活動に参加してくれれば嬉しいです。はい、講演会に参加しなくてもいつでもちょっとボランティアやりたいなとか、うん、ちょっと関わりたいなと思う方、事務局の方に、伊賀日本語の会の事務局、先ほど言った電話番号に電話していただいたら、はい、受け付けておりますので、うん、お待ちしてますので、私たちと楽しく過ごしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。わかりました。ここまでは12月10日に開催されます伊賀日本語の会設立30周年記念事業、広げよう優しい日本語につきまして、伊賀日本語の会の代表菊山純子さんにお話を伺いました。菊山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。あっちどっちそっちエディー